これ何が足りてないの俺。え頭おぉ言うねおいぐれおいぐれおいぐれうるせえぞおめえら。えここ来るんですか。いらねえとこ来たな。おいおいおい、ま、ちらまあ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 まコードの出力先とジャンタマの出力先が合ってないのかなって思った。マジでパソコン詳しいんじゃんねえ。うわぁ、めっちゃパソコン詳しいじゃん。ほら、あれっしょ、アニメ、アニメ見てんしょ、アニメ。アニメ見てんの。俺もワンピース知ってんぞ、マジで。ワンピースもワンピース、マジで。ウィーゴムゴムのパンチ。はい、クズハク、クズハク、肩パンチしないでよ。うわぁ。ねえ、いらねえ。うわぁ！え？やばいやばいやばい！やばいやばいやばい！キモいわ。ドラヨン、ツモ、キモ、門前生自爆は平和一気に赤ドラ、赤ドラ、1万6000点、バイマンディングね！キモいわ。いやー、君たち、これが差というものだよ。君たちには、到底たどり着けない、ジャン星と呼んでくれ。いや、いいジャンセイクズハ様となんだこいつマジ気持ち悪いこいつ。まあまあ負け犬の遠吠えが心地よい。体を駆け抜ける遠吠えが遠吠えを駆け抜けてるちょっとこいつボコボコにしてるんだけど糧となる。俺の糧となる。くそもう下がってよいぞ皇帝天竜人だこいつチン余は満足した。いやドラめっちゃ持ってんのすごい。このトンプ流してよいぞバリダリーシーこいつ。うんロンだぜ。あーうわーダブロンダブロンダブダブロンロンオツーコンロートオツー赤ドラガーもうこれは乾杯ですわ。キモいですね。乾杯だ。ヤシキズヤズそいこいってマージャンって1万点切れるの？の僕の展望がグニャグニャよくらかんからしっかり波打ちしてるじゃないですか。すごくねどれも握ってやる今トレモ行ってきていいかマジでみんなトレモみんなトレモみんなこそれん順番椅子座れねえだろ。クスハチャンネルだけやりたいことやらせてくんないんだよな。無限にだって30先ぐらいやんなかったこのお前。やべんなお前ら。どんだけこそ練習してるんですか。それでひょっとしてまなんかヒムに負けまくって悔しくて練習したみたいな。ダメ！アイビーが可愛いね。うつせ。やばすぎ。ポメラニアン。入った。いやー昇竜入って勝ったのはイブラヒム。やられたなぁ。ポメラニアちょっとおやポメラニア生態潰されて喋れなくなったようです。ゲスに潰された。生態潰されて喋れなくなっちゃった。あれありあり動物病院に連れて行こうか。すごい煽り。黙れよ動物病院に連れて行っちゃおうか。お前マジでへこんでやがるこいつ。へこんでるわけねえだろ。クズハさんこんなへこんでんの初めて見た。へこんでねえよ。君たちの顔面をへこませてやろう。ああまあクズハへの煽りがやばい。まあ煽りがいがあるからね。うん打てば響くからクズハはね。これ以上なんかいじりがいのあるやついないっすよ。うんもうなんか煽ってくださいみたいな
感じじゃないですか。もったいないですよ、あれだけの逸材をね、煽んないっていうのは。クズハね、この前なんだっけな、ストゴブの終わった後ちょっと練習してたんですよね。キム、はじめさん、クズハ、俺の4人でやってたんですけど、まあ、なんか最弱決定戦なみたいなこと言って、クズハと俺がなんかちょ決着つけようやみたいな感じになって、2人で戦ったんですよ。そしたらクズハがその前段階で結構俺に負けてたんですよね、その練習段階の時に。俺も結構なんか練習してくるうちにどんどん分かってきて、で結構勝ち越してたんですよ。そしたら最弱決定戦決めようやってクズハから言い出したんですけど、やべえこれ俺負けたらさ、これいよいよ言い訳つかねえじゃんみたいなことを言い始めて、結構そのクズハがやっぱり俺がイブラヒムに負けると煽ってくるんですよね。ヘイサコーとかって言ってくるんですよ。で俺はクズハに負けてないから、その時なんか死体が喋ってるなみたいな、なんかこの墓地うるさくねみたいな。そしたらさ、なんかその時にで、セミがなんか大量に死んでたみたいな話がなんかどっかであったらしい。俺よく知らないんだけど、セミの話題になったんだよね。それでクズハと俺の戦いになった時に、やべえこれで負けたら俺も言い訳つかねえじゃんってなって、だからじゃあお前セミにしてやるよっつって勝ったんですよね。そしたら、イエーイハイザコーっつって、セミセミセミっつってたら、ミー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 みたいなクズハが発狂してディスコードブッチして逃げて、30秒くらい経って戻ってきて、セミが喋ってんじゃねえみたいな感じの、めちゃくちゃ怒ってた。あれは配信した方がよかった、正直。なんかミー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 みたいなクズハが発狂してセミの鳴き声上げながら消えた。だからクズハは俺の中だともうセミなんで、あいつ。俺言っときますか。あ、またもや大将自ら、ヤシロさんが行く。対する赤組どうしましょう。クズハ行け。クズハ殺してやるよ。これヤシロさんとしては、はい、クズハさんを相手にするってのはどんな気持ちなんでしょう。いやもう殺意しかないです。殺意、やけに落ち着きますね。一番落ち着く相手ですね。あ、じゃあここはもう落ち着いて、メンタル的には完全にリセットした状態です。分からせます。はい。お、クズハさん来られたかな。クズハさん、今回破壊するファイターはヤシロ気づく。その通り。意気込みを感じますね。史上最弱のファイターです。お前の奥歯を折ります。クズハヤシキズ倒せるか。いや、よくこのカードにしてくれた。マジで。やるな。本当に。このヤシロ気づくという男を破壊するために日々牙を研いでるから。うるせえ。いや、よかった。もうヤシキズ泣かしてくれ。いや、もう泣かす。前歯折ったしね。未来見てきたけど。二人とも歯折りまくりだな。いいね。じゃあもうマジ、サースト残してやってくれよ。ああ、僕なんかもうゴストぐらいで帰ってくるわ。増えていくんだ。増やし帰るか。そこの緊急回避を借り取っていく。当たった。冷静に。いや、シロさん、いや、これは知らない。あ、死んだ。天井で台が高い。逃げ。メガネ増えていく。これは死ねない。うるせー。あ、死んだ。前歯ボッコーン。くっそ、こいつうぜー、マジで。最初ありがとうございました。うるせえ、黙れ、帰れ。死ねしまえ。すごい。タコツー。うるせえ。消えろ。すごい負け犬の遠吠えですね、ヤシロさん。大会とは思えない言葉が飛び交って、大将とは思えない取り出しようです。よくぞやったぞ。